ね、どうなるんでしょうね、数学。全然今までの数学やったら、ちょっと前までの数学やったら N かな M かな B2 かなみたいな話だったじゃないですか。でも去年からもうそういうのもガラッと変わって、グループ制になったりしてて、全然なんか予想外の方向に飛んでいたので 飛んでいたというか だからどうなるんでしょうって感じです。時期も時期やからね、どういう人数とかもやし、どういう分け方になるかもやし。そう、組閣の時は本当にメンバーも皆さんと同じタイミングで知るんですよ。そう、まあそらそうな話なんですけど そらそうなんですけど、だからそう、ドキドキですよね。どうなるんでしょうか。でもやっぱりね、そう、キュンマートが楽しかったから寂しさはあるけどね。明日もそれしか言ってなさそう。数学の話しかしてなさそう どこに行っても。そう、全然全く予想がつかへん、どうなるんだか。キャプテンとかリーダーとかね。でもケイトにはちょっと自信がないですね、それは 今はやらせてもらってるけど、キュンマートで。やっぱり難しいです、キャプテンとかリーダーとかそういう役割は。そう、難しい。なんか、何やろう、具体的にって言ったら何なんですかね。まあめっちゃ分かりやすいところで言ったら、なんか、まとめの言葉の機会が増えたりとか、そう、そういうのがあんま得意じゃないから。まあでもそれをキュンマートとかでできたのはすごいいい経験なんですけれども、そう、難しいなってやっぱり思いますね。そうよし、あとなんからしく、リーダーらしく振る舞うのがあんま得意じゃないかなって思います。そう、なんかそう楽しいけど、そういうのやらせてもらって嬉しいけど、そういうのがちょっと難しいなーって思っちゃう。そうなんですよ。でもね、多分具体的に何かって言われると難しいんですけど、そう。でもキュンマートのリーダーは本当に、まあ、キュンマート自体先輩方が多かったから、すごいなんかめちゃめちゃ助けてもらってる部分はいっぱいあって、そう、なんか仕切るとか一つのことでも、その仕切るって言ってもこういう進め方をするとか、そういうなんか道案内みたいなのを 先輩方がしてくださったんですよ。そう、こうだよっていう道を教えてくださって、それにテクテク歩いていってたんです。ちょっとこの表現 難しいけど、なんて言うんですかね なんて言うの、道を作ってくださってて、その
やり方、リーダーの、まあ、これって決まってるわけではないけど、こんな感じでやるんだよっていうのをね教えてくださってて、そう、それをケトはテクテクやらせてもらってたので、でもそれはね、やっぱその道をまず作るのからあのリーダーがやっぱりしなきゃって思うところがあるので、そこがちょっとケイトに全然足りない部分やなっていう風に思って、難しいなって思います。ちょっと説明が意味不明なんですけど伝わってれば嬉しいです。なんかちょっと日本語がめちゃくちゃやから難しいけど、わかりますかね、なるほどって言ってくださってる。そう、わかりますか。そう、だからその先輩方がやってくださったその案内というかその道作りからね、ちゃんとできるようにならんなっていうふうには思いました。そう、そんな感じです。そういうまだまだあの足りない部分での難しさがあります、って感じです。そんな感じでしたでもキュンマートンは本当にのびのびやらせてもらって、そう、なんか明るい感じとか元気な感じとか自分の持ってる雰囲気をそのキュンマートで出して、その明るい雰囲気にはできたんじゃないかなっていうふうには思います。そう、だからまたやるとしたら次のステップだなって思いますね。また成長しやなって思いました、キュンマートでは。感じでしたそう、なんか自分のね雰囲気で持っていけたっていうのはあるとは思うんですけど、でも本当に本当に楽しかったです。まだ終わってないけどまだ終わってないんですけどね。そう、楽しかったんですよ。はい、すごい勉強になった1年間でした。めちゃくちゃ。そうなんですよ。キュンマートは特に先輩方が多いので、先輩方っていうか規制がわりかしバラバラなので、そう、だからなんかそれぞれの目線から集めていい感じのバランスが取れてたなとか思いますね。そう、なのでまあとにかく明日の組閣をドキドキ楽しみに待ちたいと思います。感じですね。そうですね、最後まで、最後ってかまだ最後いつか終わってないけど、8人でできてるのも嬉しいですし、なかなかやっぱ難しいからスタートから変わらず、メンバーが変わらずみんなでできるのは嬉しいですね。ね、ドキドキです。どうしよう、もう、もう早く知りたい、もう今すぐに知りたいぐらいの気持ちです。早く知りたいよ。確かに確かに、クラス替えとかそんな感じの気分なのかな、似てると思います。うわー
ドキドキ。違うんですけど、何ぐらいやらないとなんですよ。ここにあるのにめっちゃ喋ってた。何ぐらいやらなきゃん今回は習字書き初めなんですよ。そうなんですもうコロコロ変わるんでついてきてくださいねそうそう、書き初めなんです。これってみんなどうやって配信してるんですかね。自由な配信なので相変わらず、皆さん書き初めはしますか。ケイトはもう冬休みとかにやる書き初めがめちゃめちゃ嫌でした。なんで書き初めやねんって思いながらやってましたそう、もうね、まず書き初めを準備っていうか片付けがめっちゃあれ大変じゃないですか。それがもう一番嫌だったのと、服が汚れるっていう危険性を秘めてるのが嫌だったのと、そう、あと筆は苦手ですね。筆よりペン派なので、そう、あ、趣味をねするのも確かに、でももうあれです、簡単なもうできてるやつでそれもやるのでほとんど趣味吸ったことないんですよ。まあでもね、これもお正月気分を味わう一つのものなので、ね、こういう機会がないとやらないと思いますから、やっぱお正月とか宿題とかで出ないともうやることないと思うから、まあね、大変だと思ってる方もこれは正月気分やと思って頑張ってやってくださいそうそう、そうですよ急にちょっとね嫌ですっていうところから入っちゃったけど話入っちゃったけど、そうで、そうです、もう決まりました決まりました。そうです、書き初めはやります。今年も毎年やってるかもです。割とこう悩みますよね。これは毎年配信はやってないんですけど、そう、書き初めして劇場 NMB48 シアターのところに飾っていただいてるんですけど、それも毎年めっちゃ悩みます。なんか今年は抱負なんですけど、いつも漢字一文字とかですね、一文字今年の漢字みたいな書くんですけど、去年何書いたかちょっと忘れたんですけどなんて書いたかな、いつも一文字書いてますそう、
確かに。前回何やったかな。ちょっとまあ去年のは去年の話なのでそう、去年もう過ぎ去ったことはねそうそう、これからですから、やっぱこれからですからね。え、これってどうそう、ちょっといいこと言ってる風にいいこと言ってる風にうい、難しいですよね、習字って。そう、できましたできました。それでは発表します。これも発表してすぐ話変わりましょうすぐ話戻しましょう。じゃあもう先にこの後に話すことを決めといてから発表するもう逃げようとしてるからじゃあ行きますね。今年の、違う、今年じゃない、来年の抱負はこちら、じゃーんてっぺん取らな、はい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 、以上ですやっぱり2022年は虎年なので虎をどうしても使いたかったんですじゃじゃーん、こちらを劇場に飾っていただきますそう、イエーイフフ、確かに虎ね、漢字にしようか迷ったけど虎のちょっと虎っぽさを出すためにやっぱカタカナでいきました以上でーすじゃあはい、皆さんも今からやっぱお正月気分を味わうために書き初めタイムです。どうぞ書き初めしていただいて掘り下げないで掘り下げないで。あ、そもそもあれですね、道具がない方が多いですね。まあ、ほんと買うことがあんまりないですもんねやめてください、大喜利じゃないです、大喜利じゃないです違います違います、いやっぱちょっとラングラって難しいですね。どういう雰囲気を皆さんは保ってるんでしょうか、どうやってやってんだよむずすぎる。もうこのいつもお題をやってからの後がもう
どうしようっていう。あ、みんなこんなんですか。よかったよかった、ちょっと安心。だってね、ここからどう戻してんのやろみんな。そう、大変です、これはね、なかなか大変ですよ。もうどうしよう。あ、急にまた話変わりますね。これ見てください、ショールームの画面を。ショールームの画面見てください、なんかすごいんですよ周りが。頑張って戻そうとしてる。そう、すごいんです、カウントダウンの背景に。やっぱ年末なのでね。そうですそうです。ねえ、もうどうしようどうしたらいいですか、これは。こんな感じでちょっと。じゃあもうこれをもう一回、じゃあ最後に発表して終わります、もう。2022年のえ、今年の抱負やから、2022年の抱負はてっぺん取らなです。パチパチ。はい、ということでランキング発表して終わります。では13位からいきます。13位トリオヤジさん、ありがとうございます。12位ホリンチさん、ありがとうございます。11位若いリョウジさん、ありがとうございます。10位キムコバさん、ありがとうございます。9位ヤチさん、ありがとうございます。8位ナンチョンさん、ありがとうございます。7位ヤマチョンさん、ありがとうございます。6位サリュウさん、ありがとうございます。5位ロクイチさん、ありがとうございます。4位クニアンさん、ありがとうございます。3位イカリシンジさん、ありがとうございます。2位ライフさん、ありがとうございます。そして1位がラテさんです、ありがとうございます。スペシャルゲスト